はい、森脇さんが、はい、実は今回も、はい、再ブレイク中ということで、はい、長い、ちょっと長いよ、ちょっと長いよ。そうなんですよ、はい、まだ一応まだいけると。まだいけるな。嫌がってるみたいな。言うても、はい、言うてもやっぱりなんか年末年始結構出とった。いや、出てはりましたよ。出とった、出とった。あ、あ、見張りました、結構。いや、なんかいろいろ話で聞いたからね。俺一番もらったんだ、2日俺ちょっと営業行っとって、はい、酒屋の方に、うん、でスポーツシーンも売ってるやんか、うん、もう配達はされてなかったから、はい、見てあのテレビ欄見たら、はい、森脇出とった時に、はい、森脇健児転落って書いてあったよ。もっとあのドッキリで呼ばされてるから、森脇健児転落で偉い小学生から言われなと思ったよ。転落じゃな、事故かなと。そうそうそう、なあ、あんな内容やって。いや、あれはもう大爆発してましたね。いやいや、僕その話をあちこちから聞いてね、森脇さんなんか落ちてましたねとかね、かそういうことか思って。落ちてましたね、はい、いや、一般の人の表現ってそうじゃないですか。転落って書いてあったから、あんな演技悪いな。語源悪いですよね。まあ、再ブレイク中いうことですけどね。もう忙しいの、まあええことじゃないですか、はい、なんか俺乗っ取った感になってますよね、これ。そうですね、なんかね、楽屋話やね、これ。一応そうですよ、一応その体でやってるんですけど、はい、でまた森脇健けへんかったら、あの、うん、女の子らも誰も来えへんから、これ。なんかな、そういうことですね。切ったら絵面ですよ、これやから、これ絵面がね、絵面悪いわ、絵面悪いな、にテロリストや、こんな観光生命やからね。乗っ取ったあのスマホの写真機能みたいにちょっと目大きくとかしてもらえないプリクラでやったから、ね、いいそうやようにね無理からあれやらんほうがええ。いや、気色悪いよ、あれプリクラの機能とか。あれあれあかんよ、あれね、キラキラしすぎてるよ。なんかあの気圧の高いところに入ってる。あ、そうだ、あの深海魚が出てきたから。そうそうそう、火星で落とされたあ、なんであんな分からんすね、女の子あれ頃関係があるよな。いや、さあの何ゆるキャラみたいなキャンディーキャンディーとかの実物のんって気色悪いでしょ。気色悪いでしょ。見たら可愛いんやけど、人形いうかね、趣味悪いですよ、ね、悪い悪い。今でも携帯とかでもいじれるじゃないですか。だから LINE とか Facebook とかの写真でも、うん、本人かどうか分からへんよ。分からへんよ、ね。ねえ、メッサギリアでも本人とイメージ全然ちゃうでしょ。いや、だからね、若いからって、うん、あのセンスええとおしゃれや思ってたら大間違いですよ。そりゃそうですよ。こんななんかあのジーパンのこの短パンみたいなのが、はいはい、ポケットの裏地ベテルベテルあれめっちゃ悪いあれ、あれこれもあれやんかなあの道頓堀太田よいますやん。せや、あれな、あれええか、あれ一瞬パンツやもんな。あれ思うのな、だからあの初めから短パンとして売ってるやつは、はい、ポケットもそのサイズで作ってあるやんか。そうそう、ね、あれだから単に普通のジーパン自分で切り寄ったやつやねんやろ。じゃあ、だからポケットだから手を出る、わざとなんちゃいます。そう、ファッションなんかメッセージ入ってんちゃいます。そうでしょ。でもほら普通に短パン履いてるやつあんなポケットダラーン出てないよ。でもあれだから絶対切ったやつや。普通のやつを切ってね。切ったやつ、そうそう、ポケットなかったら気になるよ。いや、もうポケットいらんやん。なんやねん。まあそうそうそう、ね、もうちょっともうジーパン履くな。それやったらもうパンツ着たらパンツだろけ。ねえ、まあ確かにもう際まであるから一緒やん。あれはなんかいや、ボクサーパンツ履いてるのと一緒やん。そうですよ。なあ、いらんやん。キワってやらしいキワ、言い方がなんかおやらしい。キワってね、キワやん、キワ。デリケートゾーンのキワまで来とるやん。でもなんかお尻のこのポコってなった部分見えてるやつとかいてますもんね。あら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 、見しけるんでしょ。あれ見してるんでしょ。見しけるんでしょ。見してるのやっぱりあれ多分、うん、で、見とったらじっと見てて怒られるんだろ。なんでしょ。吐くな、やっぱり。いや、見方にもあるんちゃいます。こんな見方したい、なんか嫌とかあるでしょ、女の子側からしたら。そんな見方知らずに女も要注意してると思うわ、俺。こんなガミザルだね。ガン見せもおるでしょ、逆に。あ、おるおる。キューみたいなやつ。ガン見せおるな。うん、そんな触ってええんちゃいますの。それ触ったらあかんわ。触ったらあかんかな。こう、キー送る感じ。目には目を、針は針を。水晶みたいに、こんな触らんかったよ。キワまで行って、ほんまキワまで行って、こう。キワやろ。手でこう圧を感じ取ったんやろ。何か見えるかもしれない。ケツに何か浮かんでくんの。いや、なんかおしゃれやないな思ってね。 あとなんかタトゥージのあのパンストみたいな、あれは飛ばせんわ。あれ履いてる子大概ブサイクの方が多くないですか。おいおい、ほんで足太い、足太い。せやからあのブサイクやから、はい、顔見やんとってほしいから、ここに注目してほしい。なるほど。いや、でもいっそ履かんほうがよろしいやん、それやったら。ここ見て顔見るね。お前どうでもいいけど、履けへんの好きやん。なんで裸足なん。裸足。もう鼻からみんな引いてんやないか、そんな。腹立ちますやん、そんな。あ、そんなに知りたもん。注意を
そらす意味で、そう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 、そっちというね、こっち普通でもけどあれか、男の、うん、女の子前から来たら、うん、このねちゃんどっから見る、俺前から来たら前から来た前からまずベタやけど顔行きます、顔行くやろ、はい、うんうん、で次あの足首のあたり行くね、まず足元にえらい飛びますね、飛ぶ飛ぶまず行く全体、いや端端見てもうほとんどコーラスライドの審査員、いやいやお前そうそういや端元見なあかんねん人間は、まあまあ、オーディション足首やっぱり好きなやつおるもんな、出た好きじゃない、好きなのは父好きやねん、いや俺貧乏人の子やからごちそう先行きたないんですよ、まず行って置いときたいタイプ、おいしいのは最後までじゃじゃーんって最後にまだあの下からぐっと上がってくるのかやろ、そう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 、それでね、ぐーっと顔ええわ足首ええわぐーっといって縮がなかったらもう辛いでしょ、いやあかんあかんあかん、そうだね、せと俺匂いやねん匂いは近くによらな分かれへんやろ、見て分かれへんから前から来るんですよ、じゃあ電車とかで乗っててええ匂いしたら目覚めるもん、ほな前にパッと見ておばはんってなんでやねん、じゃあほな前に歩いとったら前に歩いとったら後ろ姿どこから見るの、そう惜しい、あ、やっぱ後ろ、お前後ろ姿一番おいしいとこから行っとるやないか、それいや後ろはええねん別にそれは主食じゃないから、さっきの話おかしいやないか、じゃあおやつやから後ろ姿はなんで完食やから僕にとっては、まだ前は主食でしょ、主食主食でしょ、だからおいしいの、だから主食の一番おいしいとこがもしもカスカスやどないしますん、いやそれはちょっと怒るよ誰に怒ります、いやなんかいろいろあの G カップの神様とか、ね、そんなこのおじちゃんがなんかやんのちゃうのいや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 いいですねいいですね、どう言おうかな、あの今回3回目になるんですけど、はい、あの笑穴亭で、また笑穴亭ですよ、人気あるな、1月の29日の水曜日、水曜日、はい、19時7時開演です、うん、入場料が1000円です、はい、安いな、はい、でメンバーが私、はい、若いやる気、はい、藤田茂明、はい、で前回もそうやって大好評につき岡田ありさちゃんが、うん、ゲストで、ありさ君でや、前回あのヨガね、いやらしいで、そう、いやらしい、どういうことですか、今顔急にキラキラしだした、ね、まあ頼みもしてないんですけど、やっぱりありさちゃんは私ヨガやってますよアピールしたいんか知らないですけど、ヨガありますと、あよよほんまヨガってくれたよ、はい、なんか掘り込みだから V 字ねやったり、あそんなんやってくれるの、それは何に来てやってますの、いやなんかピチピチのなんかあの千葉新一のミュージカルみたいななんか入ってた、キワキワのピチーみたいな、レオタードではないんです、いやレオタードじゃないんですけど、じゃないんや、なんかピチーとしてで、なんかあのストレッチ全身タイツみたいなやつ、いやそれ変態やろ笑いのイベントではなくなるじゃないですか、いやなんかねあのストレッチ状の白のなんかなんかニットのジーパンみたいな、白テカテカピチーみたいな、今あのほらラグビーの選手が下に履いてるようなような感じなイメージで、スパッツみたいな、まあ、ジーンズのようなみたいな、はいはい、白ほう、宇津井健さんみたいな、いやいやそうそう、あのナショナルキッドみたいなあのちょっと前ポコってなってる、ナショナルキッドは梅宮辰夫さん、梅宮辰夫さんなんですか、スーパージャイアンツですよ、あのみたいな感じのをでこういろいろポーズしてくれる、いややってくれたり、今回もありですか、今回やるんでしょう多分、みんなそっちをメインに見に行く、いや言う方も来るかもしれないですよ、そうやろ、で来て、まあヨガもね勉強できますし、どっちがメインやねん、ヨガもって、ヨガも、はい、で私とか藤田とかの饒舌な会話も聞けます、うちの子に限ってのバンド A さんみたいなもんでしょ、なんかそう教室に行くけど別の目的みたいなそうそうそうそんな感じでしょあでもいいですね、いやなんかこうね、はい、うん、なんかこう 色っぽい部分もあるというか、はい、それが大好評やってる、はい、はい、で今回も第2回、今回も第2回、はい、第2回、はいはい、見に行こうかな、いや来てくれたら見てくれ、ね、はい、あんた吐くな言うとったからずっと俺も行こうかな、ね、ほな行きましょうかってこう席立っていく以上でございます、ありがとうございました。